楓が元気になってると話したら会いたいと言ってな。母さんに会いたいか。会いたい。おめでとう、舞さん。サクタとこうやって一緒に帰るのも今日で最後か。また4人で一緒に住めるようになるかもな。本当に見えてないし聞こえてないんだな。あの時の舞さんみたいに僕も。おじさん、迷子？症候群。先輩、ほんと今日はちょっとおかしいよ。あずさ川は逃げ出してきたんでしょ。居心地のいい可能性の世界に。僕の名前がない。舞さんも古賀も双葉も豊浜も楓と楓も牧之原さんと翔子さんもみんな自分で乗り越えたんだ。サクタ、じゃあ手伝ってあげる。行こう。